はい、どうも、SC コンサルティングのスキュリーです。お疲れ様です。あのさ、2017年のさ、まあ、5月末ぐらいかな。5月末ぐらいに、大東物産っていう会社が逮捕されたんですよ。で、これネットでニュースで調べれば普通に残ってると思うんで、グルメンピックだかっていう、なんかその飲食店が一堂にこうバッと集まって、グルメの祭典みたいなイベントやりますっつって、で、いろんなその飲食店とかからね、参加費用何十万、まあ100万、40万、50万、60万、70万とかそれぐらいだと思うけど、参加費用をいただいて、で、頑張ったんだけど、開催するために頑張ったんだけど、どうしてもその開催できなくなりましたって言って、で、まあその倒産みたいな、破産みたいなね、もうダメになっちゃいました、頑張ったのにっていう、まあ事実上の詐欺をやって、捕まっちゃったっていうニュースがついこの間ありまして、これね、大東物産っていう会社なんですけど、そのちょこっと前にテルミクラブっていう旅行代理店というかツアー会社が倒産したよね。うん。で、このテルミクラブの倒産もまあネットで調べていただければすぐわかると思うんですけど、まあお客さんから。なんだろう、もう倒産してることが、まあ事実上、倒産しそうなことが事実上は明らかで、3年ぐらい前から、粉飾決算みたいな感じでね、決算書をまあいい感じにいじくって、で、まあそんなに赤字溜まってないというか、まあ普通に黒字に見せかけるような決算書を税務署とかに提出してたらしくて。で、ついこの間、これも2017年の5月、ん ?4 月、3月、4月、5月とかの話かな。2017年のね、これもこの間で、いざ倒産する前の月ぐらいからは、なんかそのバンバン現金一括でちょっとお得キャンペーンみたいな感じで、まあ旅行のね、ツアー客をものすごい集めて、現金、クレジットカードとかの支払いじゃなく、クレジットカードとかだと翌月からの振り込みになるでしょ、クレジット決済代行会社からの。まあ、最近結構遅く振り込みみたいな業者もあるらしいけど、基本クレジットカード決済とかって翌月とかになるはずなんで、それだと面倒くさいというか、まあ倒産した時にお金入って来ないじゃないですか。だから現金現金現金っつって、現金で、その旅行代金振り込ませてね、もう倒産するのも明らかですよ。倒産する1ヶ月ぐらい前から、うん、その現金キャンペーンとか始めてて、要は現玉欲しいんですよ、経営陣が。現玉欲しくて飛ぶから、だからお金を集めて、でこれは倒産したのね。うん。ですごくネットで両方叩かれてるわけで、これは普通に捕まってんの、大東物産の方は。でテルミクラブめっちゃくちゃ叩かれてますけど、あれだよ、海外に行ったらいきなりその提携のホテルが泊まれなくて、テルミクラブが倒産した瞬間からお金入ってこないから、提携先のホテルとしてはテルミクラブからもうお金が入ってこないんで、あなた泊められませんとか、あなた飛行機乗れませんとか、そういう状況がすごくあったってニュースあったよね。それを引き起こしてるのがテルミクラブね。どっちかってもちろん両方悪質ですけど、テルミクラブも相当だよね。俺やだぜ、マレーシアの田舎の方から帰ってこれなくなったらさ、絶対やだもん。まあその4、50万騙されるってのはもちろんやだけどさ、同じようにやだけど、世の中って理不尽だよねっていう話。ビジネスの世界とか、まあ世の中ですよね、理不尽であり不条理なんですよ。ね、やってること一緒なのよ、わかる？完全にやってること一緒なんですけど、こっちは捕まってこっちは捕まんないのよ。大東物産は捕まったの、テレビクラブ捕まってないの、誰も。やってること一緒じゃないですか。もう倒産させること大体分かってて、テレビクラブも3年前から分かってたわけだから、これもうやべえぞと、赤字だぞと、で決算書いじくるしかねえなっつって黒字に見せてたっていう情報があるんだよね。うん。でそこを僕別に決算書見たわけじゃないから分かんないよ、ネットの情報を鵜呑みにしてるだけ今そこは正直に言っとくから。でもそこは、まあ、ある程度調べれば分かるところで、実際調べなくてもそういうもんだから、会社っつうのはで、まあ決算書いじくって、で、まあそろそろ飛ぶかなって、もう無理だなって言って、でもう無理なんでっつってお客さんからのご入金を止めるんだったらいいけど、もう無理だって分かってんのにバンバン現金で入金させんだよ。これやってること一緒じゃないですか。こっちはもう最初からもう無理だなって、
多分おそらく一番最初からやるつもりでやってんのこっちはね、うん、でテルミクラブは1998年創業、こっちは2013年創業で2016年から本格稼働っていう感じだから、こっちは最初はそんなつもりじゃなかったわけ、もちろんね。だからその何20年近く続いてるわけだからさ。でも最終の年度とかは、最終の年とかはもうやる気だったはずなんだよね。やる気じゃなかったらそんなことしないというか、粉飾決算もしないだろうしさ、普通に粉飾決算せず潰せばいい話で、まあこれだけでかい会社になると簡単には潰せないのはわかるけどさ、でも最悪さ、その1ヶ月前のさ、現金振り込み、ウェルカムキャンペーンみたいなのってやらないよね、飛ぶんだからさ。だからそれは現金が欲しかったから、クレジットカードの入金じゃ遅いから、うん、やってること一緒でしょ。頑張ったけど潰れたっていう体を大東物産っていうのはまあ取ろうとしたんだよね。頑張ったけど潰れましたっていう体裁を取れれば詐欺じゃないんですよ。最初から別に騙す気があったとしても、最初から騙す気があったとしても騙す意思を証明できなければ詐欺罪にならないんですよ。なのでこいつらが、このこいつらだって怖い人だったらどうしよう、この人たちっていう、この人たちがやろうとしたのはそれ、うん、頑張ったけどダメでしたっていう、最初は騙すつもりなかったんです、本当グルメンピックっていうグルメの祭典を開こうと思ってたんですって、でも頑張ったけどダメになっちゃったんです、こんなことにとかこんなとこととかにお金を使ってダメになっちゃったんですっていう、うん、ことをまあ取り繕おうとしたんですけど、まあダメですよっていう、それは認めませんと、詐欺だよねって言われて捕まってるわけですね。でこっちも一緒です。最初は違ったかもしれないけど、でも途中からそうじゃないですか。途中から思考回路っていうか、その倒産する前は思考回路ここと一緒じゃないですか、うん、で倒産するの分かってんのに、もうやる気で現金を何十万っていうね、あの旅行のツアー代金の現金を散々振り込まして、倒産しましたって、頑張れると思ったんですけど、いけると思ったんですけど倒産しちゃいましたって、やってること一緒なんです。ただ何が違うかっていうと、こっちは社歴20年ぐらいあるわけですよ。でまあそれなりに実際昔はちゃんとやってた、うん、テレビクラブはね。でこっちはその会社自体は2013年に設立で、4年前だね、今から4年前ぐらいに設立されてて、その後この会社、大東物産って会社は休眠状態にあったみたいなの。休眠状態って簡単に言うとよくわかんないだろうけど、すごく簡単に言うとね、会社って売り買いできるんですよ。だからこの会社はそもそも販売されるために作られた会社なんです、うん、ね、わかります。普通の人は夢持って会社って起業するじゃないですか。じゃなくて、子会社分割みたいな感じで、会社って無限にって言っていいのかな、まあ、事実上無限に作るというか、まあ作れますよね。会社自体はまあいくらでも設立できるんで。で資本金1億2000万かな、1億2000万かな、1億2000万ぐらい、まあ1億円としましょう。資本金1億あるんですよ、この大東物産という会社、小さい会社で。テルミクラブは大きい会社で資本金6000万しかないです、うん、でもうこのちょっとまあ、怖い人だったら嫌だな、ゴミみたいな会社で資本金1億あるっていうのは、これ最初から会社作ってるんですよ。その売り買いするために作られた会社です。大元の何かしらっていう、例えば A 社っていう会社があって、この会社が潰れた時に、この会社が売りに出されるんですよ、うん、この会社が売りに出されて、もうクソ会社です、本当に。もう実体ない会社、潰れた会社、もう事実上潰れてる会社、うん、倒産したら、まあ破産したらさ、まあ解散登記って言って、まあ株式会社なくなるから、じゃなくて、本当も事実上潰れてるけど放置みたいな。でその会社がもともと資本金1億ぐらいある会社で、そういうのが高値で売れるわけです。そういう会社が100万とかで多分売ってる、うん、品川に行けばある、うん、品川に行けばあるんですけど、大阪はどこにあるのかな、大阪だったら日本橋とかにあるのかな、
僕大阪のことよく分かんないですけど、東京の場合は品川にその業界大手のそのお店があるんで、多分この資本金1億だと100から200かな、うん、ぐらいで売ってるんですよね、この会社自体が。多分その会社、まあ、ニュース映像とか見たら分かると思うんですけど、1億2000万もの資本金をぶち込める人たちの雰囲気ではない。もうちょっと怖い人たちだから、そういう人たちはわざわざ本当に資本金1億もぶっ込まないから、ね、だからこれはもう会社を買ってるわけです、最初から。まあ言わせてもらうけど、クズ会社を、ゴミになっちゃった会社を、そういうマーケットがあるんで、そこで買ってるんですね。でその期間が4年間ぐらいあったのよ、その売れない状態が。この辺になってくるとちょっと結構がっつりやる詐欺をやるために、見せ金としてうち資本金1億ありますんでっていうのが必要だから、この資本金1億とかのレベルの会社になると、そう簡単には売り払われないというか、売れていかないんですよね。簡単に言うと、こういう会社販売業界での、まあ、高級車というかね、非常に価値が高くて、逆に変な詐欺師、ちっぽけな詐欺師なんかはこんな会社別に必要ないんで、資本金1億とかあって、もう本当にゴミ会社みたいになってんのに、それでも100万200万とかその会社のね、会社を買うというか、会社のオーナーになるのにそれぐらいかかる会社なんていうのは、小さい詐欺師は基本買わないんですよ、高いから。うん、もっとそのね、資本金100万とか資本金100万とかでダメになっちゃってる会社とかいっぱい売られてるんで、それだと多分2、30万とかで買えるんじゃないですか。うん、それなのね、これだから当然その警察もその辺分かってるわけで、で実際に作られたのが2013年で、この犯人さんたちに、僕だってちょっと怖いもんあるんだ、犯人さんたちに売られたのが2016年、うん、だと思うのね、ニュースのその文章を読む限りは。これだから捕まったの。でもやってることこっちもこっちも一緒なんですよ。こいつらは最初からねやる気ではあったんですけど、でも形としては頑張った形作ってるんですよ、ちゃんと。なんかチラシとかポスターみたいなの作ったりさ、で当然その営業もかけに行ってるわけで、でいろいろ動き回ってはいるんですけど、何分資本金1億ある会社の規模じゃないんですよね。従業員も本当少ない感じだったし、でその逮捕時の社長に至っては、その前のオーナー、多分この計画を書いた人だと思うんですけど、前のオーナーから、僕はもともと不労者だったんですけど、前のオーナーから100万円で社長に就任しろって言われましたっつって、100万円もらって僕は社長になっただけなんでよく分かりませんみたいな言い訳をしてんのね。でその元不労者さんの社長ももちろん捕まってるんですけど、こういう会社だから捕まるんですよ。でもやってること同じなのに、こっちは捕まらないの。歴史があるから。ね。ちゃんと実態があるからね。でも、罪は一緒っすよ。ただ、証明できないじゃないですか。こっちは、なんだろう、騙す気じゃなかったんですって。いやでも、はたから見たらさ、倒産1ヶ月前とかに現金振り込みキャンペーン始めるのって騙す気満々じゃないですか。でもこっち逮捕されないんだよね。うん、そうでしょ、はたから見たらこれはやる気でしょ。粉飾決算してる時点でもやる気じゃないですか。だから3年前からやる気判定、要は詐欺やる気ですよね、詐欺やる気判定出てもいいと思うんですけど、出ないのよ。でもこっちはポンと出ちゃう。なぜなら若いからね。2013年に作られて、2016年に売られて、で資本金1億完全に怪しいっていうね。でもやってること一緒なんだよ。やろうと思ってそれなりにこの人たちも動いてたわけ。それなりに動かないと捕まるから。だからポスター吸ったりだなんだ用意したりだ、あのいろいろどこそこの業者と交渉したりだっていう動きはしてるんですよ。この人たちもちろん分かってんの。でもこっちは捕まんの。だからこの人たちは、この人たちのようにテルミクラブのように捕まらないことを目論んでこの作戦やってんですよ。グルメンピック詐欺事件やってんですけど、でもうまくいかないんだよね。うん、まあ
なんだろう、世の中そうは甘くないよね。うまくいくはずはないんですけど、悪いことやってれば捕まりますからね。理不尽だねっていう話ですよ。うん、やってることは一緒でも警察が怒ったのはこっち、こっちにはテレビクラブには警察は怒ってません。まあ破産だねっていう、うん、破産したんなら仕方がないねって、倒産だねって。で僕これ実際やられたことあるわけです、僕自身もね。でこれあの僕の動画のね、今から5年ぐらい前の動画かな、あー違うな、3年ぐらい前かな、3年ぐらい前の動画に、僕がその名古屋、あ、名古屋地方裁判所、名古屋地方裁判所でこれから裁判やってきますっつって、なんか下手な実況みたいな状態になってる動画があるのね。それ同じなんですよ。明らかに今考えると明らかに飛ぶ気満々の会社だったんですよ。僕そこにまあ5万ぐらいだからいいかと思って、その会社のこと調べもせず、まあとあるサービスにお申し込みしたんですけどね、ここに5万振り込んだんですよ。まあ金額安いから、まあいいっちゃいいですけど今考えると変だったもん、この会社。今その騙された後考えたら変だったの。すっごいその全体的に暗いし、照明がね極度に暗かった。え、なんでそことそことそこの蛍光灯全部消してんのっていう。その会社に行って、その会社の事務室でお金払ったんですけど、でなんだろうこの暗い会社と思って、うん、だから飛ぶ気満々だったんですよ最初から。その状態で僕から預かり金ってことで金5万もらって、まあ5万としますよ、5万もらってんですよ。その何週間後ですからね、飛んだの。そんな倒産するかどうかを何週間で決められないじゃないですか。うん、でしょ。でもちろんその倒産破産っていうのはさ、債権者からの申し立てによって強制的になるっていうケースがもちろんありますけど、そうじゃないんだよね。もうその雰囲気からしてわかるじゃないですか、やる気っていうのはね。でその時の僕はなめてたね、まあ大丈夫だべと思ってやられちゃったんですよ。でその会社と裁判して当然僕は勝ちました。でお金返せって判決出ました。うん、でも回収できません。なぜなら銀行口座に金がなかったから。差し押さえまでかけたのか、いや差し押さえ前段階で、その業者の管轄っていうか地域の銀行口座全部その、まあ、調べてというか紹介して、取引先の銀行口座 2,3 件分かったんで、そこにかけたらもうお金がないし、ほとんどなかったのね。何万円とか何千円とかしか口座に入ってなくて、でなおかつそういう事態なんであれば、銀行さんはその話まだ知らなかったらしく、僕が初めてその会社に対して裁判かけたやつっぽいのね。で、そういう状態なんであれば凍結して先に銀行さんが、うちの銀行が、まあ、取引銀行で損害被ってるから銀行の方で先に回収しますねっていう、うん、例えば融資とかしてればさ、その会社飛んだったら回収できないから、ちょっとでも回収するためにこの口座を凍結してうちの銀行の門にしますからねっていう、債権には優先順位があるんで、お金回収できる権利には優先順位があるんで、まず銀行のこの会社とね、銀行が取引してて銀行がお金貸してるとしたら、銀行がまず第一なんですよ。で銀行より先に社会保険とかの税金系かな、会社の社会保険とかの税金の滞納とかがまず一番優先権があり、その次銀行じゃないかな。でその後一般の債権者、例えば僕とかになるんだよね、うん、簡単に言うと。だからそう回収できなくて絶対やる気だったぜこの人たち、うん、だから裁判に勝ったけどダメだったよ。だってやる気だもんね。それはね、銀行口座の中にお金入れとかないよ。俺も気持ちはわかるもん、もともと似たようなところから這い上がってきてるからね。でやっぱり思うのがさ、こういう不条理な世の中ですよ。世の中見ててもさ、例えばネットビジネスなんで詐欺だとかってさ言われるけどさ、世の中見てたらもっと詐欺な会社っていうかさ、普通にお前それそういう商売やるっていう普通の会社ない？この間ね、とあるカレー屋さんに行ったらさ、なんかまあ、ココイチは美味しいよ。僕ココイチは好きだよ、比較的。子供の頃からあるし、昔はね、若い頃はあれだ、新聞配達終わってさ、朝一発目でもうココイチ行ってさ、昔はタバコ吸えたからさ、ココイチで、ココイチでカレー食って、カレーって言いながらタバコ吸うのが好きだったね。ココイチは好きだけど、ココイチのルーって薄いじゃないですか。
僕はもっと濃いルーが好きだから、それでもまあ美味しいから行くは行くんだけど、うん、ここはね、あの名誉毀損とかすごく注意しなければならない喋り方してるで行くんだけどさ、ココイチのさルーをさ100倍ぐらい薄めたような、なんかスープカレーじゃないんですよ。カレーはカレーなんだけど、普通のカレーライスなんだけど、スープカレーじゃないんだけど、ココイチのルーを100倍ぐらい薄めた、あのなんだろう、ボンカレーみたいなさ、ボンカレーも美味しいよ、でもそんなニュアンスのカレー屋さんに俺たまたま入っちゃって、でそれね5、600円するんですよ。でライスもなんだろう、あのコンビニで買ってきたおにぎりをほぐしたぐらいの量しかないの。いやちょっと言い過ぎだな、おにぎり2個分コンビニで買ってきたおにぎり2個分をほぐしたぐらいのライスしかなくて、でそこにココイチのさカレーをさ、カレーのルーを100倍ぐらいに薄めたレトルトのカレーみたいなやつがかかってて600円とか、やばくないですか。え、それ詐欺じゃんと思うんだよね。むしろもちろん詐欺じゃないよ、うちはこういう商品で売ってるんでって。いやでもさ、だったら買いといてくださいよって、世の中一般のね、一般のなんだこの資格、世の中一般のカレーとはかけ離れてるじゃないですか、あまりにも。だったらうちのカレーは薄さが売りですって書いといてもらわないとね、困るでしょ、それ詐欺じゃないですかってなるじゃんね。でもそれは詐欺じゃないの、僕はたまたま変な店に入っちゃっただけ、これは許されるんですよ、うん、で僕はそのなんか水ともルーとも知れぬそのね、謎のね生ぬるいカレーを、あの硬いちょっと乾いたお米とともに混ぜながら食べたんだぜ。僕カレー本当に好きなんだ、本当に好きで、インドカレーも好きだしさ、普通の日本のカレーも好きだしさ、スープカレーだけはちょっと正直僕の中ではスープカレーのことは辛雑炊って呼んでんだけど、辛い雑炊じゃんと思ってさ、スープカレーは僕カレーとして認めてないのは申し訳ないんだけど、その僕にこんな辛い思いを、辛い仕打ちをさせてさ、もう喜びさんで新しいカレー屋さんができた、美味しそうだなと思って行ったんだぜ。そしたらさ、一般常識とはかけ離れたカレーライス出されてさ、600円とかって言われてさ、いいんだけど、でもひどくない？でもこれは詐欺じゃないの、このビジネスは。うんね、カレーのルーがちょこっと乗ってるだけでいいんじゃない。うん、あとはなんかカレー粉でもパパパってまぶしとけばいいんじゃない。それでも詐欺じゃないんじゃないですか。じゃあだってそれぐらいのレベルの話じゃん、これ。僕にとっては一緒だよ、そんな薄いカレーなんて。むしろさ、カレー粉とスパイス直掛けしてさ、ふりかけみたいにかけてくれてた方がまだカレーの味するよと思うよね。それでも詐欺じゃないんだぜ。でも僕らがネットビジネスでネットで何かやろうとすると、すぐさ一般の人たちは詐欺だと、稼げるなんて嘘だとか、わけにわかんないこと言うでしょ。世の中不条理だ、本当理不尽なこといっぱいあるけど、その中でじゃあ僕らがどう生きるかっつったら、そんな中でも正直に生きなきゃならねえんだわ、はあ、だから僕だってやり方分かってんだから、やるんだらやるさ、やるんだらやるけど、僕は絶対にやらないよ。僕はもう絶対に、僕もうっていうか一回も捕まったことないけど、警察には絶対捕まらないって、もう本当ね、神に誓ったから、うん、もう大宇宙の神に誓った、絶対に警察にはもう絶対に捕まらないっていうか、一回も前科ないけどさ、怖い、捕まるかもって思ったことはやっぱあったから、昔ね、もう時効だけどさ、その悪いことじゃないよ、お客さんのために頑張ったことが結果法律に違反してるってことが探偵時代に若干あった気がする。うん、わかんないよ、わかんない、覚えてないけど、そんなこともあったんじゃないかなって思う。でももう時効だからいいんだけど、あったとしてもね、うん、でも僕はもうそのなんだろう、たとえお客のために頑張るっていう正しいことのためでも捕まる可能性のあることはもう絶対にしないし、うん、うん、いくらね、お客さんのためだからといってね、自分が捕まってたら他のお客さん助けることできなくなっちゃうんだからさ、他のお客さんのサポートもできなくなるわけで、うん、だから昔はね、そのなんだろう、血気盛んな時期だったから、これは正義のためだと思ってさ、でお客さんのためにいろいろ動いていく中で、やっぱりちょこっとこれ法律かすってるんじゃねえかなって思うことも
あった気がするけど記憶にございません。うん。あった気がするけど記憶にございませんけど、でもやっぱり今なって思うのは、こんな不条理な世の中でもさ、やっぱり真面目に生きるしかないんだ。悪いことやってたら捕まんの。うん。で、例えばテルミクラブとかもさ、別に捕まってないよ。でももしかしたらよ。もしかしたらなんか餃子の王将の前の社長みたいなことになっちゃうかもしれないじゃないですか。恨んでる人いっぱいいると思うよ、そんなの。一般の、その消費者もそうだし、一般の消費者に対してその対応してんだったら、その大口の取引先に対して似たような対応してるはずなんで、例えば 何百万何千万とか、っていう損害被ってる会社もあるはずだよね。で、そんな会社被ったら当然その一緒に連鎖倒産しちゃう会社もあるはずでさ、やっぱりまあ何、刺される危険ってあるよね。うん。でも一生懸命本当に頑張ってればそうはならないじゃないですか。だから真面目にやった方がいいんですよ、普通に。この理不尽な状況でも世の中理不尽ですよ、ね、不条理なことたくさんありますけど、それでも僕らはまあ、もちろん情報は必要なんだよ、うん、うまくことを運ばせる情報は必要なんだけど、でもスタンスとしては正直者のスタンスで、愚直に、まあ、泥臭く頑張った方が俺はいいと思うんですよね、うん。もちろんその一攫千金的なさ話って世の中探せばあるんだと思うけど、まあない、ね、世の中探せばあるけど、多分まあそう簡単に当たらないものだと思うんで、そこを探す必要ないというか、そこを頑張る必要ないと思います。頑張るべきなのはやっぱり真面目に、そんな中でもそういうその甘い言葉に惑わされずね、で甘い情報、こういううまいやり方あるよっていう、例えばそういう情報が友達経由で入ってきたとしても、ああそれに俺も加わりたいとか言わず、自分が信じる正しいやり方で、それを貫いていく心が大切な気がするね、僕は。で、あと一つ重要なのがやっぱり情報ですよ。どうやったらうまくいくのか、どうやったらより効果的にね、効率的に物事進むんかっていうことは、これは勉強しないと分かんないですからね。だからその情報を持つ側になるということですね。その情報を持つ側になった上で、で、横島な心を持ってる人間は情報を持っちゃったら詐欺やるんですよ。あ、こういう形でまとめれば詐欺にならない可能性の方が高いんだなと思ってやったわけでしょ。その大東物産っていうのは。でもやっぱり足りなかったんだよね。社歴が短いとか、この会社の規模で1億2000万の資本金もあるっていうのは、会社の規模小さいくせに、でこれは最初からやる気で会社買ったねって言われたんでしょ、多分警察にね。で抜けがあってやっぱり捕まっちゃう。やっぱり人間完璧じゃないので、悪いことすると抜けはあるんですよ、うん。だからいつか捕まっちゃいますし、いつか誰かに恨みを買うことになりますから、だからね、その情報を持つ側になるためにもちろん頑張りながら、情報を持ったとしてもそれを悪いことには使わない。正しいことのためにね、正しい方法でその情報を効果的に使って、できる限り効果的に使って、ちょっとでも収益を上げていくっていうスタンスで頑張りましょう、僕らはね、うん。世の中なんかそのお金だけ追い求めてる人とかいるけど、もちろんお金大切ですよ。大切ですけど、まあね。で、うまい話だな、うまいやり方やってんなって、やっぱりネットビジネスの業界とか見てるとさ、なんだこんなのって、こんなことやっていいんだったら俺もいくらでもやるわって思うけど、思うようなビジネスモデルっていうか、ほぼ詐欺モデルとかあるじゃないですか。なんだよこれって思うけどさ、でも、やらない。例えば僕のね、一番その安い動画、なんだろう、ブログ、うん、初心、ネットビジネス初心者向けの、まだあんまり情報商材とか情報系のこと買ったことない人向けのね、ネタに困らない方法っていう、あれがあるでしょ、あれ2000円じゃないですか。ブログ書くのに素人さんでも初心者でも絶対ネタに困らなくなる方法っていうね。で、あれ、まあ買ってみた人は分かると思うけど、まあ本当に東大元暮らしの話なだけだよね。あれをさ、20万で売ってたらやばいじゃないですか。うん。でも、そういうレベルの商売で捕まってないやつらいっぱいいるでしょ？うん。だから、それいいんだの、いいのかいって思ってさ、そこに足突っ込んじゃうと、ダメよ、やっぱり。うん。
ある程度ね、ある程度市場価格反映させたものと、その要は中身とね、値段のある程度の釣り合わせっていうのはやっぱり必要だと思うので、でそこは頑張っていきましょう、うん、だからそういう悪い方向に引っ張られないでほしいなっていう話でした。世の中はさっき大東物産とテレビクラブの話したけど、不条理ですね、ずるいで、世の中一般のね、普通の会社見てもほぼほぼ詐欺みたいなことやってんのに普通、普通に何も捕まらず、警察からもおとがめ受けずね、なぜならリアルで実店舗でやってるからでしょ、うん、おかしいでしょそれおかしいけど、まあリアルで実店舗で普通にカレーライス出してれば、いや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 水でしょっていうルーであったとしても捕まらないでしょ、うん、それと似たようなことネットビジネスでやると捕まるでしょ、あとは叩かれるというか、まあ行政処分くれたりなんだり、うん、それネットだからよ、大東物産とテルミクラブの話と一緒じゃん。それでも僕ら頑張らなきゃダメなんですよ、真っ当な方でね、うん、それがかっこいいと思う。はい、今回は以上です。そんな感じで頑張っていきましょう。長い道のりかもしんないけど、でもいつか必ず成功すると思うんで頑張っていきましょうね。今回は以上です。 SAC コンサルティングの月寄でした。ではまた。